スープしてきました。よろしくお願いします。楽しみでしたね。ここはただうん、一番行きたかった高校の一つではあったけど、その理由は、長野県来ました。とりあえずまた後でよろしくお願いします。松尾学園着いた。わ、なんか歴史ある感じ、なんかすごくないのか、すごいな、もうなんかすげえじゃん。あ、先生だ。あ、先生ですよ、ね、はい、よろしくお願いします。そうです、動画回します。あそこですか、はい、ありがとうございます。松尾学園に到着しました。松尾学園めっちゃ歴史があるな。なんか出たのな。ねえ。あ、失礼します。あ、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日まあ子供たちに元気を与えていただければありがたいなと思っています。学校やね。なんかこうレコードの。そう、あの重要文化財に指定されて、できてもう80年。途中ちょっと回収とかして、はい、セッティングしてもらってちょっと広く使わせてもらって、もうコロナが増えてきてるからちょっと対策もちょっとさせてもらいな。これも来たんですよ、フリッパー3年生だよ。あ、高い。すぐ出る。15分。初めて出演したんですよ。あ、そうですか。国民的中に自然に出てくる大表を貯めてください。難しそう。難しい。なんか、キューバ博分かってない。これ汚くない？全く分からん。待って、で15分待つ。はい、15分待つ。はい、じゃあ15分待つ。おい、15分待つ。どうなの、これ。ケースなし。なし、なし。これ2本出たらやばいって。はい、うん、1本なんで合格ですか。大丈夫です。よかった。はい、コロナじゃなかった。ね、ワクチンの場ですね。ね、はい、本当。以上。はい、終わりました。はい、よかった。ホイップチョコワッフルだ。もうよくしてもらって、野球とかご飯とか無料で大盛りにしてもらったりとか。ああ。佐藤商店。佐藤商店。お疲れ様。お疲れ様です。長野来ちゃいましたね。長野来ちゃいましたね。抹消学園。抹消学園。なんでまた抹消に来たの？まあ、この今回のプロジェクトの中で、一番行きたかった高校の一つではあったんやけど、その理由は、うん、去年の甲子園か、うん、夏の甲子園で、松小学園の斉藤選手打つときに、吹奏楽部がマイヒーロー演奏してくれて、流れてて、いろんなファンから教えてもらって。今まで結構ね、野球、使ってくれた高校もあったけど、会ったことないんですよ、使ってくれた子たちに。もうね、大学生になってたりとか、社会人になってたりとか、うん、あ、すいません、ありがとうございました。一応セッティングは OK です。しゃ、じゃあリハ行きますか。行きましょう。よろしくお願いします。ビッグルグルの皆さん、今日はよろしくお願いします。今度はありがとうございます。あの、楽しみにしてきました。よろしくお願いします。今日はリングクルーさんと一緒にするっていう機会をいただけて、ね、短い間だったんですけど、頑張って練習したので、今日は短い間ですが、一緒に楽しく演奏できたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、嬉しい。
すごい短い期間本当に。で、楽譜がなくて、そうですよね、泣きました。全部超音といって耳コピってやつ。すごいな。でこれをアプリで、楽譜にして。マジですか？全然いいですか？いやもうありがたい。ないです、ないです。どうですか、こんなに楽器温めようね、え楽しみでしたね、ちょこちょこメロディーが聞こえてくるんだ、あね、普通に生で聴けるだけでもさ、嬉しいのにさ、一緒に歌えるじゃん、一緒にどっちで歌ったらいいと思う、ステージの上か俺がこっちなんですよ、あと等身大でやりたいのはね、ある上からパッと歌うのは好きじゃない、みんな座っとうけど、座っとうけど俺の方が上になるんやけど、等身大の位置で、ね、歌いたいっちゃ歌いたい、歌いにくいよ、こっちで歌うとモニターがないけど、ね、こっちで歌いたいな、こっちで、ね、歌メロだけ、うん、もうちょっとちっちゃく、いやいや、ちっちゃくなくていいです、僕の歌と被るんで、うん、気にせずそのままのふわり弾いてもらってていいんで、僕の歌のふわりがちょっと違う、うん、あ、違うところあるとこあるんで、それは全然外して、いや、全然いいです、それは全然いいです、全然大丈夫、そこ大丈夫ですか、あえて外してるみたいな感じで思ってくれる、歌った方がいいですよ、うん、はい、そうですね、こっちでやった方が僕の人ができるのは、こうやってよろしくお願いします、最高です、マジで、だら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 
ちょっと一個後ろ。いいです。真ん中でお願いします。回ったり、うん、回りますね。いいと思います。今のは絶対ベタになる。最高じゃないですか。作曲もやってるんで。作曲だからすごいなと思って、うん、楽譜書かないでよく。これ、うん、ください。複雑すぎて全然いい。どれだかレだかわからない。すごいだから遊んでます。ここはただ吹かせて。ここだけよしメガソン。すごい。やばい。どうだった？いやーいいよ。これかなりいいよ。本当に。Thank you.
いいね、ちょうど。流れがちょっと多いです。はい。カメラの位置が。あ、そうなんですね。一応もうこんな三脚しかない。あ、全然いい。乗ったんです。おととい。あ、おとといでした。どこで飲んだんですか。わさびチャンネルでした。いや。今日もあれし。わさびを栽培されてるんですか。あ、そうですね。あのお土産でわさびの。マジで、マジで大好き。でっか。本来もっとでかいんですよ。これもこのまま吸って。あ、そうですね。こっちから吸ってもらえば上の方から。こっちから吸って、はい。この中にもあるんで。そう。さっきの続きが。なんで来たか。そう。うん、そういう流れ。うん、応募してくれたの。うん、なんかプロジェクトがあって、うん、生徒さんたちがバーッと応募来て、うん、700何十って来て、生徒さんが応募しておけん、こういうコロナ禍でさ、あんまり学校があったんだ。で、結局いろんな高校からアクセスあったけど、潰れたのもあった。その中で保護者の方が応募してくれたって。で、俺絶対ここ行きたいと思ってね、さっき言った斉藤選手。うん、斉藤選手ね。うん、会いたかったし。うん、今度行くのはいいけど、この吹奏楽部とコラボしてなかったら、こういう風にできます。あ、じゃあ吹奏楽はもう学校の方からやりましょうよ。一応ね、俺も提案はさせてもらうと、あっちが逆にお願いできますか。うちのこそ願ってそうだよね。よかった、こんなことができるからね。だから、ね、今日ツイッターでも書いたけど、仕事を始め、初舞台だから別にそのギャラをもらうわけでもないですよ。仕事金もらうこと以外の仕事としてこうやれる、この仕事のやりがいとか感じるっていうね、うんうん、ここに感謝を持ちながら新年一発で歌わせていただきます。そうだね。1400万送ったんだ。約1400万、うん、あ、だけど野球部と吹奏楽部の2枚ずつだね。1400万以上、うん、総額いくらなの。でも新年でいくとわからんけど、売り値でいくと何百万か。あ、マジっすか。1420万か。あ、マジっすか。マッションってかなり人数多いんですよ。マンモスコみたいな。ねえ、ね、うん、いろんな本当ね、縁ね、そうだよね。よかったよね、ある意味、まあ、クラウドファンディングがちょっとね、目標までいかんかったかもしれんけど、ね、でもその分こうやって、ね、いろんな人が、ね、使ってくるから。クラウドファンディング難しいんですよ。今回ばっかりは難しかったらしょうがないけどね、うん、これだけはめちゃくちゃ頑張る。キャンプファイヤー、キャンプファイヤー、うん、どうする、先に行っとこうか、ちょっともらえますか。じゃあよろしくお願いします、うん、じゃあすいません、本当にありがとうございます。どうぞ。